角川ビーンズ文庫は角川による少女向けのライトノベルを主に扱う文庫レーベル。物語の扉、異世界への鍵をキャッチフレーズに2001年に設立。翌年には角川ビーンズ小説大賞を創設。主にファンタジー系の作品が多い。角川ティーンズルビー文庫が母体とも言われる。マルマシリーズのアニメ化や少年を無用し。 最運国物語の人気により注目される。タレーベルの人気作品だった、優しい竜の殺し方、ゴシック、ゴシックマイナス等のシリーズの遺跡先として、新装版の刊行もなされている。2010年代では、ボーカロイド小説に力を入れており、告白予行練習、クリア病撃発防衛等といった作品を出版した。近年では、小説家になろうの作品も扱うようになったり、 E ・エブリスタや、ク読ムやピキシーフで、小説賞等を開催したり、小説投稿サイトの出自が増加した。特にク読ムでは、角川ビーンズ小説大賞への投稿が可能である。雑誌、ザ・ビーンズが発刊され短編が掲載された。また、雑誌、ビーンズエースにおいて、コミカライズ作品が掲載されていた。フォーマットは、角川翼文庫版も発売されている。 角川文庫版も発売されている。ありがとうございます。